え、めっちゃ可愛かったよ。つけてくれるの見るの楽しみにしてる。ごめんね、もちまるもちまるもちもち、もっちゃん、もっちゃんさん、はじめまして。バンダイジャパンは知ってる人かな、どうなろう。私たちはバンダイジャパンっていう日本の魅力をもてなしの心とエンターテインメントの力で世界に発信していこうっていうグループの、私はまだ候補生の持ち丸勇気と言います。はじめまして。今日で新潟ワンマン参加メンバー21人のお手紙すべて書き終えました。わっ、そうだよ、それも楽しみにしてるんだから。私ドキドキ、ごめんね。ゆうちゃん可愛らしいので本当ありがとう。初見です。そうなの。でもあれだ、初見のマークついてないから嘘ついてるね。嘘つきやー。あ、してますよ、よく見てますわ。見てくれてるのありがとう。誰推しさんかな。もうすぐあれ起きるのか楽しみ、楽しみにしてる。派手髪ジャパン、今日も派手髪。行く前にさ、本当はミルクティーにしてから行きたかったけど、ちょっと時間なかったから、これで新潟に行きます。ちょっとプリンになってるけど、そこは気にせず。もちもちホルダーのお家の大きさと一致変わるかも、楽しみ、見るのが。ゆきちゃんごめんない、ごめんない。もちまるもちまる、電池切れそうなんですぐ消えるかもしれませんが、あや、電池切れちゃうのは大変。私はね、スマホ依存症だから常に 50% 以上ある。 50% 切るとなんかやばいやばいってなっちゃう、焦っちゃう。大したこと書いてません。でもね、気持ちが嬉しい。ごめんね、チェキなくなったので初見だな、ある意味。ある意味初見やね。この間話したら初見じゃないと。そうだよ、この間お話ししてくれてありがとう、嬉しかった。また会えたらいいな。ごめんね、今日も偽物が来てよ。本当だ、偽物だ。見たんだけど長くなっちゃう。いや、それはそうだよ、推しメンちゃんには書きたいこといっぱいあるよね。かわいいかわいいってかわいいかわいいって、いっぱい愛を書かないと、大事。もちー、もうすぐ会える。そうだよ、会えるよ、ワクワク。そう、ライブがないとさ、みんなに会えないから寂しいよねっていう気持ち。今日はもちまるもちまる、ごめんね、ごめん。もちもちもち、日本語不自由ですが、え、私も一緒。よく何喋ってんのか分かんないねって言われる友達に、一緒だね、一緒や。偽物初見チェキを取りに行くね。あ、そうしよう、初めてって。初めて、バンダイジャパン見てくれてありがとうございますって。初めましての人みたいにしよう。綺麗なシルバーヘアでしょ。でもなんかね、直接見るとちょっと緑っぽいかもしれない。これ今ライターつってるからさ、なんかちょっと白っぽいけど、あ、こうするとちょっとお化けみたい。あーそう、これ当ててるから、あ、なんか白っぽいけど、意外と生で見たら緑っぽいかも。気持ち、明日、明後日、明日、明後日のそのもう次の日はなんて言うんだっけ、しあさって、なんだっけ、明日、明後日、しあさって、合ってる。明日が木曜日、あさって金曜日がしあさってでいいのか。しあさって、しあさってワンマンだって、やばいね、ドキドキ。日本語不自由で遅になるのはワロタ、恐ろっち。初めてできない、初めて、じゃあ二度目まして。ね、チェキ一回取ったことあるもんね。二度目ましても、勝ってるよ、ね、楽しみ、会うのが。今日目がかっこいい、本当？なんでだろう。そうかな、ありがとう。ネタが出た、感謝しかない、本当？私こそだよ。つまりありがとうの気持ち、
うん、認知あるからね。認知認知。怪人もちもちまん、うん、もちもちまそう、もちもちまそう、なんだろう、もちもちパンチ必殺技。もちまるもちまる、ごめんない。しあさって、あつだ、しあさって、あしたあさって、しあさっての次はなんて言うんだろう、しあさっての次はなんて言うか知ってる？私は知らない。なんだろう、当ててみよう。明日明後日しあさってししあさってみたいな感じかな。ちょっとわかんないけど、あんのかな、しあさっての次ってね、知らんけど。ごめんない。何々の気持ち、そう、私ね、よく〇〇の気持ちっていうのよく使う。嬉しい嬉しいの気持ちみたいな、みんなも使って、あと美味しい時はね、うまうまっていうの、美味しいもの食べた時、うまうまーってよく使ってる。夕があれば白衣装の湯と青いも取れたら、お、本当？ちょっと楽しみにしてよ。金色になるとかっこいい一面が出てくるのがまたいい。でもなんか白っぽくなってきてね、これはこれでちょっと気に入ってる。でなんか外羽がうまくいかなくて、なんかよくわかんない部屋。日が寒いなので静岡ワンマン行くことにした。わっ、静岡ワンマン来てくれるの、ありがとう、楽しみ。静岡のワンマンも言うてね、もうすぐさ、7月になってさ、すぐだもんね。はー、7月は2個ワンマンがあるよ、みんな。静岡と日本橋ね、みんな来てね、楽しみ。本当にいっぱいワンマンできて本当にありがたいよね。一つ一つのワンマン大事にやりたいね。しかも静岡とさ、日本橋は1日2個あるから、4、あと新潟もあるか、5回もワンマンあるよ。ワクワク、体力つけないと。次回もちこちゃんマイカさんチェキお願いしなきゃ。あ、ツーショットってこと？え、嬉しい、ぜひぜひ。プリントできたか持っていくよ、わ、楽しみてよ。認知ないから初見の気持ちでいける？認知あるよ、あんた。あんたちゃんと顔覚えてるわよ。持ちあさって。あ、矢のあさってな、聞いたわ、この間、そういえば。矢のあさって。明日あさって、しあさって、矢のあさって。じゃ、矢のあさっての次は？それか戻って、昨日、おとといの前とか。なんて言うんだろう。獅子あさって絶対言うと思った。ああ、もうバカバレちゃった。獅子あさって。嬉しい嬉しいの気持ち、いつ使って。嬉しい嬉しい。ジャガポックル。わ、ジャガポックルめっちゃ好きだから楽しみにしてよ。あまり期待しないで。期待しちゃう。で、ごめんね。今日もっち、渡したいものゲットしたのよ。そうなの？で、楽しみにしてね。いつもいろいろくれてありがとう。もちこちゃんへのリップやツイッター、まるまるな気持ちって使わせてもらってる？まるまるな気持ち。今日さ、寝つけなくてずっとスマホ見せたの、4時ぐらいまで、4時過ぎぐらいまで見せたら、あの、おはもちまるっていうのをめっちゃ40秒後ぐらいに見ちゃって、あまりにも早く見ちゃって、いいねしたらちょっと、あ、なんかすごいこいつ暇なんだなって思われそうで、やめといたら、まだいいねするの忘れてたから、熱いしに行くね。めっちゃすぐ見た。がツイッター見たかなのがあったからね。あ、じゃあ私のおはもちまるもそろそろ来るかなって思って、こう引っ張ってたら出てきて、どうすか悩んでやめた。マチコちゃんごめんね。日本橋、そう、いっぱい入るからね、みんな日本橋大集合しようね。まんない。ワンマン楽しんでおいでね。うちも西日本ツアー組まれる日まで盛大って待って。お、いつか西日本も行きたいね。うまうま。何落としたか忘れた？あ、お酒飲んでるの？いいな。うちも今日お酒買った。飲もうかな。何買ったんだっけ？あ、パインアメのお酒。美味しいかわかんないけど、パインアメのお酒買った。パインアメがお酒になったよーってやつ。気持ちなやつは、楽しみー、もちもち。頭良くてもいじりにくい。もちまるはおバカすぎて、会話ができないかもね。もちもち、うましうまし、うれしいうれしい。LINE スタンプで欲しい。
いつかもちもちスタンプ作りたいな。間違えた。ここ最近ゆうちゃんリップするようになった気がする。くれてる気がする。ピューファーが嬉しい嬉しいの。あ、本当？じゃあ今度は1秒5秒ぐらいで見つけちゃってもいいねしに行くね。ちょっと暇すぎて引かれるかなって思って押せんかった。成人してるよ。うち二十歳なの。二十歳だよん。見えないでしょ、言われる。うち丸二十歳。3月で二十歳になった。イエーイ。家にほろ酔い3本ある。うちもほろ酔いいっぱいある。なんだっけ、メロンソーダ、クリームソーダみたいなやつと、カシオレと、白いサワーと、なんかいっぱいある。あの他にもあった気がする。まあ、桃みたいな。ふるよいはね、いっぱいある。お家にハマってるってことや。いっぱいハマっちゃいな。ふんちゃんのスタンプくらい使い勝手がいいものになりそうな気がする。ほんと、なんか作りたいな、いつか。地域によって違うみたい。そうなの？うん。あ、そうそう、2001年の3月なの。3月が20歳よ。大きいのとお胸くらいの2つのと2種類ある。どういうこと？どういうこと？気になる。どんなのだろう。引くことない。逆についといちゃう。じゃあ今度はすぐいいねしちゃおう、見つけたら。ティエルがもちもちまみれ。もちもちもち。明日明後日しあさって、あのあさって、てんてんてん。ジャガポックルで太らす予定。太っちゃったら大変だ。もう水着の写真見ててちょっとお腹たるんでるじゃんって思って、ちょっと やばいって思ってるのに。お尻がちょっとやばい。お尻とお腹がちょっとブヨブヨしてるからちょっとやばいなって思ってるの今。持ち手よりブヨブヨしてるから腹筋を頑張る。もちもちてて、やっほー。同学年。あ、そうだよね。なんか2000年って書いてあったの見たから、あ、一緒かなって思って、一個上かなって思って、どうだろうって思って見した。一個お兄さんなのか同学年かなって思ったけど、同学年か。ダメだ、もっとお兄さんに見えた。昨日、おととい、なにこれ、お、な、おとといの前はこれなんて読むの。おとといみたいな感じ、わかんない、なんだろうか。これは4日前は特別な言い方ないのね。おとといの前はなんて読むのか、これはちょっとわかんない。静岡、あ、新潟、静岡泊まりがけだっけ。静岡どうなんだろう、ちょっとわかんないかな。わかんないけど、日本橋はどっかその辺だから日帰りだけど。今日のえもこちゃんファボ早かったからどうしたってなった。暇だったんじゃん。ゆきちゃんはね、腹筋できるよ。腹筋ね、最近サボってるけど腹筋やってる。ゆきちゃん細すぎや。そんなことないよ、そんなことないよ。全然ブヨブヨしてる脂肪が。あ、タメなの。8月生まれなのね。一緒の代だ。先おととい。おとといの方が分かりやすいけどね。先おととい。多分あと5分したら忘れてるな、これ。なんだっけ。先おとといじゃなくてさ、それじゃなくてさ、あさってのやつ、あ、矢のあさってか。矢のあさってと、おと、なんだっけ、おと、あ、先おととい。あ、もうダメだ、これ。あと5分後には多分覚えてないね。明日とか多分覚えてないわ。しゅうちゃん、ほろ酔い3口で。ねえ、そう、すごいよね。いや、ほろ酔いは、グビグビ飲んじゃう。てまるもてまる。おとととい言ってんの可愛かったです。おとといかと思ったら違った。あいしょぼーん、あいしょぼーん。もちもちが好きなので、
痩せる。あ、00の4月生まれ、同じ代だ。そしたらみんな年近いの嬉しい。こうしたら忘れる、忘れそう。5学年になりたかった。12年前だと何歳？ 32歳。まだまだだよ。決まると同年代だったらね、なんだろう、でみんなってなんか同じ学校とかになったら楽しそう。来世はお友達として出会いたい。普通にみんなと遊んだら楽しそう。これ一本で酔っ払いになる？かわいいやん。うち全然かわいくないからさ、結構飲んじゃう。飲んじゃうけど顔が赤くなっちゃうから、いいよもう大丈夫だよみたいになっちゃうタイプ。めっちゃ酔ってるじゃんみたいな。酔ってないのに。酔ってないんだけど顔が赤くなっちゃうから、なんかあんま飲まなくていいよっていう感じのタイプ。タメラの震えてる？タメラって28。正解数32でしょ。計算できた、ちゃんと足し算。パイアメの缶チューハイ美味しかった？飲んでみよう。なんちょ、冷やしてないから、さっき買ったからね。冷やして、明日なんもないからお昼から飲んじゃおうかな。お昼から明日はそうパッキングしようと思って、新潟に行く。パッキングをしながら、じゃあそれ飲むわ。パン屋麺の缶チューハイ。飲めば強そう。強い。めっちゃ、でめっちゃ強いのはまだ飲んだことないんだよね。なんかあるじゃん、こんぐらいの。なんか目薬みたいなやつ。目薬みたいなやつあんじゃん。あれとかさ、なんだっけ。テキーラとか。あんま強いのは飲んだことないからわかんないけど。酒好き。むっちゃんの倍以上生きてる？大先輩だね。あ、一緒だ、顔赤くなるの。声変えちゃった。あ、いっぱいだね。共通点が日本語難しいのと顔が赤くなっちゃうのと同学年なの。共通点いっぱい。あ、そうよ、年格される一回さ、なんか何も身分証持っていくの忘れちゃって、あ、めっちゃ広飛びしてる。あの持っていくの忘れちゃって、買おうと思ったら買えなかった。ちょっとないと買えないですねって言って、ドンキでさめっちゃ安かったからさ、いっぱい買おうと思っていっぱいカゴに入れたのに買えなかった。買わせてくれよって。こんなさ派手髪なのに買わせてもらえなかった。ヤンキーだと思えたかも。冬から飲めるの羨ましい。飲んじゃおう。学校で推しメンの話とか一切しなかった世代。学校で何話してたかな。寝てた。あ、クライナーだ。これ目薬みたいなやつ。あれね、気になってる。何味かわかんないけど。テキーラとか飲んでみたい。ダーツしてた頃は負けたらテキーラ。え、パリピじゃん。パリピだね。ダーツ行ったことない。難しそう。なんか男の子が遊ぶのはなんかダーツのイメージ、知らんけど。年覚されるんだよ、よく。小学生に見える？こんな頭の小学生嫌だけどね。そう、ドンキさなんか緩そうなのに意外とうるさいよね。しっかりしてる。くれてないよ、ごめんね。ダーツ楽しい、今度行ってみよう。ダーツ、いやね、誕生日にクライナー20本以上2時間ちょいで飲んだ。え、すごい、やば、めっちゃ強いんだな。そしたら気になる、飲んでみたい。今年の目標っていうさ、なんかほどのあれじゃないけど、今年のうちに飲みたい気持ち。あんまりでも家族がお酒飲まんから、私しか飲まないんだけど、飲みたい。お酒。おやすみ、おやすみ。ゆっくり寝てね。逃げることにした。逃げちゃった。見た目に似合わずダーツとビリヤード趣味だった時期。ビリヤードできんのかっこいいね。ダーツもビリヤードも大好き。そうなんだ。前ダーツ5セット？
すごっ。へえ。みんなダーツとかビリヤード好きなのね。やったことないからちょっと今度一緒にやりたい。ポシャケーポシャポシャーお酒うまうま。じゃあ終わろう。明日はお昼からお酒飲んじゃおうそんな感じで今日のゆるゆるもちまる配信でした。今年の目標、美味しいカクテル作るようになること。じゃあ美味しいさレシピがさ何こうなんかいろいろさやってみてさあこれ美味しいみたいなあったらちょっと教えてレシピで私もそれを真似して飲む。すごい自分で割ったりできる人すごいよね。怖い大好きなもちこまたねありがとう。はいありがとう。昼からお酒飲みたいわね。飲んじゃえ飲んじゃえ飲んじゃえ。わかんないお仕事してたらダメかもだけど飲んじゃえ飲んじゃえ。大丈夫あれほろ酔いとかはジュースだからあれはお酒じゃない。みなちゃんがプロの一歩手前まで。えすごついていかい中にハマった。じゃあ今からプロ目指したらおつまるの気持ち。おつまるおつまる。わ飲んじゃおう。お酒飲んじゃおう。お願い。お疲れ様でした。ありがとう。こんな感じで、足軽ジャパンのもちまるゆきでした。ルームフォロー、ツイッターのフォロー、インスタのフォロー、TikTok のフォローなど、お待ちしてまーす。新潟ワンマン来てくれる国、静岡と、日本橋のワンマン、待ってるよー。イェイ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 。お酒飲んで一人でうまうま楽しむ。そう、楽しむ明日は。パッキングしながらお酒一人でうまうまいするね。たやさやにくねありがとう。ではみんなおやすみなさい。一日お疲れ様でした。バイバーイ。イエイ。